もうこれは論外、二流どころか三流やぞ。こちらの資料をご持参くださいと社長様にお伝えください。あ、とんでもございません、よろしくお願いします。今最後なんて言った？よろしくお願いしますと言いました。ちょちょ、その前その前。とんでもございません。そう、それやね、それ相当やばいぞ。お客さん目上の方やろ。はい、正しくはとんでもないことでございますやな。今となっては結構普通に使われてるけども、正しく使わないとダメやね。なるほど、勉強になります。うん、あとちなみにね、ご持参くださいっていうのも間違いね。持参の参は参るっていう感じなんで謙譲語やね。お客さんに言うときはお持ちくださいが正解やね。うわ、使っちゃってました、気をつけます。それからね、社長様、もうこれは論外、二流どころか三流やぞ。え、そうなんですか。丸々社長、もしくは社長の丸々様っていうのがベストやね。社長様なんて言ったら一瞬で仕事できんやつって思われちゃうから、よう覚えときや。はい、まだまだ自分で役不足ですが頑張ります。うん、厳密に言うとね、役不足もアウトです。